様だな。アンドシンだ。無価値、それが貴様らの名だ。そうそう、結果を知らせていなかったな。不合格だ。アギトに挑む価値すらない。貴様らに与えた命は無駄だったな。生きながら死んでいる存在、死にながら生きている存在、アギト、まだ届かぬのか。エトロの地より生まれし者よ。不可視、可視、二つの世界への導き。いいな、我の意志はここにあらず。金が壊れた玉の出ない、錆びて腐った銃のように、黒く泥にまみれた川にできるよどみのように、前に進むことができなくなった足のない虫のように、貴様らは無価値だ。鉄刀鉄尾、生まれたその時から何の価値も見つけることはできない。無価値なものには何の権利も与えられぬ。審判者である我が裁きを与えよう。
少し歯向かうがいい。なんなのよ。金を鳴らそう。はい。世界を変えよう。ただしに。これだけだ。気になるそこ、躍動せし。始まりの風が来る時、雷槌のごとく人は願い。力いや、世界に忌み嫌われ、そして意味のない人生に幕を閉じる滑稽な生き物だ。すげえかっこ悪いな、これ。人にしかたどり着けない未来をあなたたちは持っている。試されている数多くの世界であなたはたどり着いた一つの未来。二人の力、存分に借りとくぜ。絶対ぶっちぶす。なぜまだ我の前に立つ。最後まで空海で陰気にならどうするのかと。我の裁きおとなしく受け入れよ。口だけか。理解できまい。スリーボハスリケライカだな。何
落ちる。
戦いはこれで終わりです。帰ろうぜ。きっとみんな俺らを待ってるだろう。そうですね。ですが、ちょっと痛みが。私の声が聞こえるわね。教えてちょうだい、あなたたちのことを。私の子供たちのことを。わかったわ。あなたたちは前に進みなさい。これからの世界は死を忘れることができない世界になる。だからあなたたちはあの子たちを覚えていてあげて。どこに乗ってたかしら。いや、公園と言われてもな。お願いします。どうしてもクラスゼロの人にやってほしいの。もっと適任のやつがいるだろう。いえ、要点をバシッと話してくれる人がいいんですよ。そうです、頼みます。弱ったね。お願いします。ちょ、そこどけ、こら。何してる、ナイン。笑ってんじゃねえぞ、こら。そんなことあったんだ。ねえ、びっくりですよ。で、その後どうしたわけ。それがですね、3日経ってから、何事もなかったように戻ってきたんです。うにゃー。それはなかなか。うがー。え、そうが、論理的な考え方を身につける必要が。こいつなんとかしてくれ。ということで。いえいえ、まだ話は終わってません。そもそも候補生が心身ともに切磋琢磨し、では始めよう。大丈夫だ。おっと、では続きはまた後ほど。いらねっての。エース、エース。エース、エース、大丈夫。私たちも死ぬのでしょうか。死ぬのって怖いな。やっぱり痛いよ。とても苦しいです。なんだよ、覚悟決めてただろう。でも無理だよ。怖い。
だよ。これでおしまいかよ。どうしてこんな迷子の足音消えた代わりに祈りの歌を、そこで炎になるのだろう。続くものの灯火に、いつもそこまでしか歌わないんだな。エースはそこしか知らないんだよ。もう涙も枯れちゃったよ。ああ。なあ、もう戦いって終わったんだよな。そうだな。じゃあさ、これからのこと考えてみないか。これからなんてもう考えるのは自由ですよ、シンク。うん、うん、そうだね。楽しい未来のこといっぱい考えよう。じゃあこれからまず何しましょうか。マザーを誘って白虎とか蒼龍とか行きたい。散々ミッションで言ったろ、白虎にも蒼龍にも。戦いにじゃなくて遊びに行くんだってば。おお、それいい な。これからは僕たちもマザーもゆっくりできそうだしな。ではちゃんと旅の予定表を作らないとダメですね。さすが委員長、きっちりさんだね。誰が委員長ですか。じゃあさ、白虎と蒼龍に行った後は何する。そうだな、戦い以外の知識を学ぶってのはどうだ。また勉強にテスト。おいおい、もういいよ。でも今度は武器や魔法の使い方ではありませんよ。じゃあ何勉強すんだ。他に勉強することなんてねえだろ。遠い昔の偉人の物語とか、どうして花は芽生え育つのかとか、戦いの他に学ぶことってたくさんあるんですよ。はあ、そんなのが勉強なのか。でもそれは新鮮かもね。じゃあその勉強が終わった後はもっとずっと先はどうするの。ずっと先ってなんだよ。例えば10年後とか。10年後か、想像もつかんだ。でも
みんな一緒なら10年経っても楽しそうです。うんうん、絶対にそうだね。楽しいに決まってるよ。うん、はい、私もそう思います。でも未来なんてどうなってるかわかんないじゃん。だから僕は今が続く方がいいと思うんだよね。ああ、それで小さな声で大人になんかなりたくないって言ってたのか。
僕たちは、ここだ。